はい、というわけで三好の本店さんに到着しました。ちょっとこれから自販機やってきました。うわー、でエビ飯、お祭り寿司、コロッケ、いやね、タッチパネルはこっちなので、こうやって注文よし。いや、めちゃめちゃうまいです。というわけで三好の本店さんに到着しました。ちょっとこれから行ってきます。ここが本部だそうですね。まあなかなか来ることないですけど、今日ねご紹介したいのはこちらです。三好のさんのこの自販機やってきました。うわー、これライトいらないですね。自販機でございますけども、ちょっとゆっくり見ていきましょう。ちょっと話、ヒルゼンおこわと鶏飯、コロッケで、エビ飯、お祭り寿司、コロッケで、デミカツ丼と牛めしで、豚角煮で、焼きアナゴ、煮アナゴで、今がね、あの見えるかな、
年末限定割引価格にて販売中なので、 もしかしたらねちょっと間に合わなかったりするので、ご了承ください。でちょっと実際ね今日はねあの食べることはしないんですけども、まあどうしようかな。まずエビ飯これ 20% オフね、これが何番だ、4番で、あ4ね、これタッチパネルはこっちなのでご注意ください。間違えてこの商品をね美味しそうになりますけど、こうやって注文よし。7番買う、ここにデミカツ丼出てきました。お、ね、祭り寿司行きましょう。売り切れでございました。売り切れの場合はねお金が、出てきます。でね、どうやろうな、やめる、まあ、ダッチするわけじゃないですか、まあ、ここではね売り切れっていうのは書いてないので全然わからないんですけど、まあ、押してみると、まあ、普通にね、まあ、買うってやったらお金が、まあ、お金を入れる形になるんですけど、こうやって押したらね分か、後で分かるっていうか、まあ、お金も一緒に出てくるんですよね。はい、いや人気なんですね。じゃあ、どうしようかな。エビ飯コロッケ、じゃあ600円入れて500円、これが3番。はい、どこ見て、おお、結構売り切れ多いですね。あーでもあれか、実際ね注文してみて出てこなかった売り切れですね。あ、売り切れなんだ。じゃそれは手当たり次第に、あ、でも売り切れか、手当たり次第にほとんど売り切れってことか。じゃ6番買う、あ、売り切れ、買う、あ、売り切れ、買う、やめる。あ、もうほとんど売り切れなんだ、さっきので。結果的にね、買ったのがね、デミカツ丼とエビ飯でございます。もしかしてエビ飯も売り切れ、売り切れか、どうしようかな。台元でいってみよう。出てきた、あれ、どういうことや、ちょっとなんかタイミングなのかな。あとチンするだけなのね。はい、というわけでお送りいたしました。まあ、基本的にあの駅弁、冷凍駅弁あったりとかしてますけども、まあ、その気になるメニューも、ね、いろいろあります、まあ、かといってせっかくなので、ね、一つぐらいは調理してみましょうかね。で、冷凍の状態で袋から取り出し、ご飯の入った容器を透明フィルムに乗せたまま加熱してください。乗せたまま、透明フィルムはこれですね。これをそのまま入れるということで、ちょっと熱いのでこんな感じです。
そう、すごいいい匂いが。普通にエビ飯だな。お、こんな感じです。結構クオリティ高いですね。だからおそらく他のやつも同様にクオリティが高いのかもしれないですね。このエビとかもプリプリですね。ちょっといただきます。うん、プリプリ、うん、うまいな、これ。いや、めちゃめちゃうまいです。ぜひ皆さんもね、トライしてみてください。クオリティで400円、まあまあまあ悪くはないと思いますよ。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。